Nisha? Mia, brace for yourself. He's practicing. Oh, yeah. こんばんは。こんばんは。今はステイホームで家に過ごす時間も長くなっちゃったね。どうすればいいと思ったら、まあ、今回は日本人の若者がよくするゲームってのを紹介できたらなと思います。うん、ゲームならビデオゲーム？いや、ビデオゲームの方が正直多いかな。今日はビデオゲームやるって思ったんだ。違うよ。あ、で、ちゃんと説明して。このゲームやるんはほんまに学校で暇なったり時間潰したいなって時に、まあ、やるぐらいで、中高生が全部これずっとこれやってるわけじゃなくて、うん、まあ、野球やったりね、サッカーやったりしてる子もすごい多くいます。おう。で、今日は、まあ、ただそのゲームを紹介してもらったらちょっと、まあ、退屈かなと思って、うん、一応罰ゲームにしようと思ったんだ、うん、これです。このゲームは美味しくなくてまずいゲームです。ゲームじゃないわ。この罰ゲームはあのお互いにねドリンクを作り合って、大丈夫、私は説明した方がいい？まあそうやね、うん、メイラは勝ったらメイラはメイラスペシャルドリンクをあの作るよね、うん、でそれ以上ですね、いやもうこっちは勝つわけじゃないと。まあ違います。このゲーム、うん、もう一回説明すると、まあ、ゲームには、まあ、勝ち負けあるわけで、負けた方がまずいドリンクを飲むっていうのが今回のゲームです。でももう将来は思い見えると思う。僕は絶対負けない自信があるので、まあ、今回ここに立たせてもらってる、まあ座ってますけど誰の勝ち？で、行こう。はい、ではあ、ちょっとこれがいいかな。最初のゲームは叩いてかぶってじゃんけんぽーん。はい、説明してくれて、まあ、このゲームっていうのはまあ2つあるよね。これはヘルメット、これは剣だと思ってください。じゃんけんして勝った方が剣を取り出す。で、相手の頭を素早く叩いた方が勝ち。もし叩いた時にこのヘルメットをメイラがかぶっていたらセーフで、もし被っていなかったらね、もしこう被っていなくてパンってやったら勝ち、僕の勝ち、うん、で、これは簡単にね、まあ家の台所とかね、どこでもあると思うんですよ。そう、で、何でもね、代用できるんで。これも普通に硬いですか、これ？いや、すごい柔らかいですね。安全安心。硬い？あ、辛くはないです、硬いです。硬い硬いですね。自己ピュアのシート、まあ、これは今回の僕の卒論です。シャリ、シャリではありません。シャリって刀ではもう全部準備しましたよね、うん、なんでこれ座ってるかっていうと、まあ、昔芸者さんとかがこういうとこに座ってやってたよね。芸者さんは、まあ、こういう格好ができないと、下品だからっていう意味で、だからこうやってたわけよ。でも畳で痛いから、まあ、こういうクッションを引いてた。じゃあこれ世界大会と思って見てください、皆さん。 OK だね。乗りすぎる。 OK、 せーの、叩いてかぶっちゃんけんポイ。あ、一個でしょ。今のはね、高レベルの技ですね。こう避けてましたから。これ使ってない、こう受けてましたからね。まあ今ゼロゼロね、叩いてないでしょ、大人たち。叩いてかぶっちゃんけんぽい。あ、危ないです。危ない。論文大丈夫？いや、もうこれは使わないから、ボコボコになっちゃうけど。はい、叩いてかぶっちゃんけんぽい。あ、危ない。ちょっと、せこいです、せこいです。そのこれオリンピックだったらもうメイラもう退場ですから、ね、え、どう思う？うん、そう、あの、強い、対応、対応になっちゃう。まだ0-0。あ、0-0なの？いい音なってないでしょ。あ、そっか。叩いて、かぶって、じゃんけんぽん。あ、ちょっと待って。
でもできないよこのテーマ。こんなやつ見たことない。これは自衛。どっちかというと無意識じゃなくて、あ、負けてしまった、守らなければっていう。いやーもう本当に脳の細胞はすごく大事だから、うん、悪いわけですね。叩いてかぶっちゃけポイ。しゃやばしゃ、叩いてかぶっちゃけポイ。ちょっと説明したかったんですけど、お手つきってのもあるんですけど、今回はしたあ、では1対1よね。はい、1対1で叩いてかぶっちゃけポイ。あ、違う、あほんままあまあ2対1なんですけど、ここは最後本気。あ、負けたくね。叩いてかぶっちゃけポイ。ちょっと待って、今のスローで見てください。まさにこのゲーム苦手な私。あ、そうに。でも違うよね。違う。ちょっと自分を疑ってるようです。叩いてかぶっちゃけポイ。あ叩いてかぶっちゃけポイ。お、お手つきです。今のお手つきになってしまいます。2対2。2対2なの。これでパリオリンピック初種目採用された、叩いてかぶってじゃんけんポン、叩いてかぶってじゃんけんポンっていうのが金メダル決まります。オーストラリア選手か日本選手、どっちになるでしょう。日本選手で言ってたけど、スウェーデンの。あ、スウェーデンです。スウェーデンオリンピック代表になっちゃったよね。さあ、アイデンティティの混雑。叩いてかぶっちゃけポイ。おっと、もう一回。あ、すいません、オリンピックにもう一回とかないんです。ないかね。ないです。でも何も見えなかった。叩いてかぶっちゃけポイ。あなんで、マジなんで。でもさっき私勝ったよな。どうも。 I'm not keeping count. I don't know the scores. 最後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 。叩いてかぶっちゃけポイ。最後で。今回オーストラリア人選手が優勝されたということなんですけど、おめでとうございます。第2個目を紹介すると、名前はまあカメハメハゲームとでも言いましょうか。あ、ドラゲンボールの、うん、まあ僕たちはそんな呼んでないですけど、まあやろうぜみたいな。やろうぜ。いや、これやろうこれやろうこれやろうって小学生の時いっぱい言ってた思い出しますね。特に静かにしないといけない時とかとか言ってました。このゲーム説明すると、攻撃、ブロック、チャージ。で、このゲームはこのチャージを持ってる限りいつでも攻撃できる。でも持ってないと攻撃できないんで、しっかりチャージをしないと攻撃できます。毎回毎回はチャージを更新しないといけない、うん、そうですね。だってこれ強いです。その場合はで2回しないといけない。何回チャージしたのを覚えてる。覚えてる。めっちゃ簡単に。頭のスペースそんなに多くないけど、うん、大丈夫大丈夫。僕もかなり少ない方ですけど、それあの小学校分かるけど、はい、悪口ですね。小学校の時にめちゃくちゃやったんで、まあこれはメイラでもねできると思います。やろう。せーの。あ、はい。何？失格やで、そんなん。どういう技これ。これステロイド、これ。ハサミ？なんかカメハメハゲームって言ったやん。カミハニ？カミハニじゃない。せーの。減った。カメハメハ。あ。あまりにも簡単に1勝目が決まってしまいました。で決まってしまうかもしれないです。おお、できた。デュースよね。今デュースですね。
これね、心理戦でもあるから、こう相手の表情とか相手の手の動きとか見て判断するっていうのも、まあ、この勝負の大事なところです。さあ行きましょう。勝つよ。あら、今の見ました。あら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 、相手の仕草を見て、外れ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 、それは 0.5 にしよう。 2.5、2。 OK、 何か次怪しいことがあったらもう即勝利ということで、まあ僕はそんなずるい勝ちで勝ちたくないんで、あの、で、最後は勝ちたいと思います。さあ行きましょう。せーの。え、なんか勝ったやん。2000、2勝。2個ゲットしたね。うん、ドリンクは2個飲まないといけないよね。おらんわ。人間の想像を超える味作りたい。頼んでないです。第3は、うん、第3は野球拳っていうゲームなんですね。で、この野球拳っていうのはどう書くかっていうと、野球っていうのは、まあ、ベースボールの野球で、拳っていうのは少林寺拳法、中国のっていう字を書きます。あの、じゃんけんをして、まあ、勝ったら負けた方がどんどん服を脱いでいくっていうゲームなんですけど、これ実はテレビとかでも昔ね、20年前とか結構盛んに行われた遊びだったんですけど、やっぱり裸とかヌードとかそういう問題があって、今はあのテレビではそういう放送はされません。でも YouTube とかで検索すると出てくることは出てきます。今から音楽流すんで、まあ一緒に一回やってみましょう。うんうん、じゃあ行きますね。では、投げる。フラフープ。うん、投げる。また投げる。あ、こう打って。あ、打つ。また打つ。こう打って。キャッチ。うん、ランニング。次アウトね。アウト、セーフ。4位の最初はグーね。ポン、アイコール、ショー。あ、負けた。勝者はこの、なんていうのこれ、まあ、喜び、喜びな踊り、喜んでいる踊り。敗北者は頭を下げてお尻を上げて逃げる。まあこんな感じね。顔を隠すみたいな感じ。あ、顔を隠してお尻を見せて逃げるという感じ。あ、そう。うん、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 あ、そうですね。こう受けて、あと、セーフ。うん、うん、アイコールショー。お、勝ったよ、私。と、セーフ。もう、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 すっごい。あ、そう、勝ったよ。で、え、うん、うん、うん、セーフ。もう、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 あ、勝ったよ、私。え、ズルばっかしてます。ありがとう、ありがとう、もう本当に感謝している。敗北者は下に、はい、すごく感動しています。私のファンにありがたい気持ち伝えたいです。もうこれからオーストラリアのためにパラリンピックで頑張りたいと思います。で、敗北者は、まあ、僕まずスウェーデン代表として出てるんで、まあ、日本に恥はないです。とりあえずあのスウェーデンとして勝てなかったことに対してすごい後悔があります。いらないんだな、マジで。差し上げるよ。はい、どうしようか。大輔を追い出しました。で、スペシャルドリンクはどうしましょう。いいよ、どうも、ジャスミン。いや、曲がんないし。一応オレンジジュースはベースにしような。卵大丈夫のかな。お、ハバネロソース。ハバネロソースは私大好物もあるから、なんか次の日下痢になりそう。柚子胡椒、柚子とオレンジの組み合わせ
美味しいよね。旨味が浮かばれるためにいいか。これSmack that. It in the cup. Smack that. It in the cup. Smack that. It's like dump it. I'm actually salivating. Wow, すごくいい香り。天才だ私。Oh, heck, that's spicy, man. That's spicy. Spicy? Is it good spicy? It's a ring of fire spicy. But actually tastes pretty good. Just diarrhea, maybe. His diarrhea will smell nice. Okay, では彼を呼んで呼びかけましょうか。Yeah. Oh, 嬉しいがわね。いや、どこがな。何名様ですか？1名です。1名、寂しいね、一人で。迷いました。迷子です。迷子水の飲む気はあんまりね。震えるわ。で、まあ一気に飲まないといけないよね。え？ちょっと香りとか。嬉しい顔、よかったね。唯一の救いはちょっとオレンジジュースの匂いするってこと。まずっ！もう臭いもん。ワンスプいきます。ほう。よいしょ！お、辛っ！え？甘っ！おいしいものだね。甘いんか辛いんか、まずいんかわからん。えぐっ！辛っ！これはラッキーなことに本当に今回は違うようです。一応大好きということを伝えたかったね。あとなんかごま、あと柚子胡椒も入ってるよな。これ柚子胡椒も入れてる。これへえー、へーとかじゃなくてはい、まあ、4分の3でいいよね。あ、4分の3で。おいしそう。おいしそう。やったー。なんかせーの、いや美味しかったです、ありがとう。日本人が大好きなゲームって思われると困るんですけど、まあ日本人が誰しも一度やったことあるゲームでした。楽しいと思ったらぜひやってみてくださいね。はい、